やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうもこんにちは皆さん。俺はね悲しいんだよ。大谷の肘じゃねえよ。大谷の肘悲しいけどこんなんなんねえよ。もう少ししてからね話しましょうかね。さあサッカーの企画がいい感じに進んでるわ。フルフルのコートを借りる予定。フットサルじゃなくて、まあ視聴者参加型にしようと思ってるけど、どういう規模感になるか分かんなくて。規模で言うとイメージ40人ぐらい集めたいんだよね、配信者含めて。なんでかっていうと、フルのコートでサッカーをするとゲーマーっていうのはバテるから。で、視聴者の助けがないとできない。で、その、借りる時間っていうのが思ったより長く取れちゃって、4時間やんのよ。4時間フルコートのサッカー死んでしまうんじゃないかと思う。まあ君たちのやっぱり力を借りないと。普段引きこもってるゲーマーがいきなりフルコートでサッカーするって、俺フルコートでサッカーするのいつぶりだよ。9月8日時間とか場所は直前に言うんで、混雑しすぎないように。45分とかできないから、1ゲーム15分でゼッケンもうバーッと変えて、はい休憩休憩休憩の。しかも今のところ予定してるところはちょっとまだ分かんないんだけど、人工芝、芝で行きます、芝で。芝でサッカーできます。まあ、どうなるかわかんないんで、その視聴者参加型っていうところで、あっちが融通を聞かせてくれるかどうかがでかいから、なんかギャラリーとかもいるだろうし、見るだけみたいな人、観客席とかあるところがいいんだよね。暑いと思うよ。すごく暑いと思うよ。まあでも関係ない。別に暑さとかは。なんか、ああいうツイートってさ、俺が普段配信とかしてるからさ、その別界隈にも届くんだろうね。なんかそのスポーツの企業とかにも届いてさ、メールが何個か来るんだよ。うちのグラウンド使ってくれませんかみたいな。でもまあそこまでしちゃうと、視聴者が引くかなと思って。視聴者参加型だからさ、やっぱり。ある程度視聴者がやりやすい状態じゃないとあかんかなと思って今考え中。まあ想定はいろいろできてるんで、まあ楽しいことになるでしょう。もう言うてあと2週間ないんでね。やりたい人とかいたら。配信者どんぐらい来そうなの？わかんない。まあ、配信者いい、なんか、ほんと最低限でもいいかなと思ってる。来たい人が当日に来るみたいな。情報だけ送って、別になんか点呼とか取らない。その日に来たい人が来る。で、いいかなとは思ってる。金はすべて俺が払ってやろう。その代わりサブスクライブしろ。お前らは。ゲマゲマのやつらとか来んのか、雷神とか来んじゃないのかな。行きたいけど熱中症危ないね。もうそこら辺はもうね、その飲み物とかもある程度用意することになるだろうけど、まあ自己判断というか、熱中症したらある程度の看病はするけど、ちょっと管理しきれないんでぶっちゃけ。熱中症にはなんないようにしてください。あと、怪我はしないでくださいのスタンスは別に取らないと思います。サッカーなんで怪我するんで、人体とかやんなければ、擦り傷とかは別にしていいです。自己責任で。あ、やるとしたらね、屋外でございます。炎天下屋外！まあ、とりあえず、初めての試みであるので、なんか、協力してくれるような、いつものリスナー層が来てくれたら、嬉しいです。よろしく！用意するものは用意して用意するから大丈夫よ。ゼッケンと、まあ、笛と、まあ、飲み物、みんなが飲める分と、まあ、ボールはお前ら持ってこいよ。ボールはこっちで用意できねえから、ボール持ってこいって。そっちの方が集まるんだろ。こっちで用意するより。というわけなんで、お楽しみに。食生活ね。問題に移っていいですか？俺は悲しいんだよ。僕は皆さんが知っての通り、ダイエットをもう2年ぐらいしてるんですよ。食生活だったりを一から変えて、スタートアップの写真にも載せているように、まあ、そば、1食で2皿とか食べたりしてね、
プロテインとかもさ、俺その朝飲んで、空腹の時に飲んで、トレーニング後飲んで、寝る前に飲んでたのよ俺は。で、遺伝子検査の結果が出たんですよ。今回の遺伝子検査で分かるのが、遅延性アレルギーって言って、単純に言えば猫アレルギーとか花粉とかって、もう吸った瞬間に症状が出るような、すぐ出るアレルギーなんだけど、その今回調べたのは、腸に入ってから出るアレルギーというか、その腸が消化できないものを調べるみたいなものなんだけど、まず俺がダメなもの、これ赤であれば赤であるほどダメ。俺はもうチーズ系は全部ダメ。牛乳、チーズ、チーズ、カゼイン、モッツァレラチーズ、スイスチーズで、問題なのがこの二つ、ホエーとヨーグルト、ダメだろ。今まで俺どんだけ摂取してきたと思ってんだよ。俺プロテインだけで1日だってタンパク質 60g 以上補充してんだぞ。ホエープロテインよ、だ体の中に吸収されていって、タンパク質が筋肉にどんどん変換されていって、ボディメイクがうまくいってると思っていたホエーは体に残留し、アレルギー反応を出して体に炎症を起こして、良くない作用を起こしていた。そんな生活を俺は2年も過ごしていた。プラスしてあれですよ、あのタンパク質がいた入ってるあのヨーグルト、なんだっけ、おいこせ、1日2個食べてる。タンパク質は俺の体の中に補充されていなかった、効率的に。許せないよ。確かにね、いやこういうのって取ったら問題があるわけじゃないんだって。でも取ると体にだるさとか眠気とか異常を訴えるようになるんだって。俺ってそういうなんかだるいなとか眠いなとか感じるようなことが結構あったから、自覚ありの方なんだよね。自覚なかったら全然いいんだって。でも俺自覚あんだよ。もうマジで悲しい、今までのこの2年間でもやってよかった。これ信憑性というか、それこそ人によるみたいなところが結構でかい審査だから、 100% 信じれますよってものじゃないの。でも俺これやってなんか思い当たる節がめっちゃあるのね。あ、確かに牛乳飲むとバカほど腹下すし、イタリアン食った後体だるくなったり、なんか眠くなったりするし、卵もある程度ダメだって言ったけど、卵はまあこの数値なら気にせず食べてもいいですよって言われた。ね、もうちょっといろいろ見てみましょうか。フルーツ、魚介類はマジでなくてよかった。俺今まで寿司とかすげえ食うの、安寿司とか刺身とかスーパーとかで、いやよかったマジで。ね、他のも出てるんですよ。こちら、ドン。野菜と穀物とか。見て！相場！あんだけ食ってた蕎麦、僕、消化苦手だったんですか？ダイエットのために食べてたんだけど。これね、聞いたらね、食べ過ぎると出るらしいんだよね。アレルギーになったりするらしいの。俺のパーソナルやってる人も、プロテインがアレルギーになっちゃってて。いや、びっくり、マジで。野菜系ほぼもう問題ない。アスパラガスとかでも食わないように、ちょっと数値が高かったりするんだよね。ね、そばだって俺食っても、俺、あれだよ。週2、3だからな。週2、3回。食いすぎたら、アレルギーになる理論だと俺、白米が絶対なってるからね。俺、佐藤のご飯1日5、6泊だからね。これ、アレルギーだから単純に、腸に入った時に炎症を起こしちゃうって。そもそも消化が悪いから、すごい。腸の中で消化しきれないで残留しちゃうから、ダイエットにすごい向いてない。
に腸が炎症を起こして栄養を吸い取れない状態になるから、そのなんか体調に出やすい、メンタル面とか体調に出やすい、眠くなったり、さっき言ったりだる、なんか慢性的にだるだったり、悲しい、マジで。だから今まで俺が買ってたプロテインはもう飲むことはない。今知れてよかったわ。何をきっかけに検査したの？ゆきぽよがやってた